あ、です、です、です。喋って。藤山さん、もう一回だけは。はいはいはい。どうでしょう。聞こえますか。ああ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 あ。どうでしょうか。です、です。申し訳ございませんでした。どこまで使ってるんですか。それはちょっと今も行きます。でも今日来たばっかりのカメラで使い方が分かりません。3画面、3がこれですね。画面、画面アップは4です。3画面。始めます。もう流れてるんですか。はい、ずっと続いてます。すいません、大変お待たせしました。はい、本当は1時からの予定だったのに、もう1時間も過ぎて、一応ジュンズの、フォトレタッチ最適化 PC を3台導入してくださっているお客様でもあるレタッチスタジオクリーチャーの栗山和也さんの事務所から、今日は、写真レタッチジュンズの PC とかですとか、いろいろレタッチ講座とかもちょっと含めながら、いろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあすいません、私インタビューとか全然慣れてないんですけど、とりあえず先日、6コア12スレッド、24GB の、一番トップクラスのレタッチ用 PC を導入いただいて、今それをちょうど使っていただいているということなんですが、はい、その今まで使っていた Mac Pro となどと比較しながら、どれくらい作業を、が変わっていったかみたいなのを交えながら、ちょっとお話ししていただければなと思います。はい、了解です。もういいですね。はい、Mac から、ジュンズさんの PC に変えたのは、はい、もう実は結構前で、何年ぐらい経ちますかね。2年ぐらい、2年経ってたんじゃないですかね。2007年とか8年だったような気がします。でも その時からも十分早かったではあるんですけど、最近 3D とかもやるようになって、台数も足りなくなってきたっていうのもあって、の現状のもっと早いのを作ってって言って、また作ってもらったんですけど、とはいえあの Windows はすごい早くて、Photoshop に限ってしか使ってないですけど、すごい早くていいんですけど、やっぱり20年前からずっと Mac を使ってきたんですね。で、やっぱり使い勝手、Mac で慣れてたっていうのもあるとは思うんですけど、メールであるとか、ファインダー周りのフォルダの整理の仕方とか、やっぱり、Mac の方が未だに使いやすいので、そうですね。Photoshop に入るとあんまり変わらないんだけど、Photoshop 以外のところでの慣れないっていうことなんでしょうか。そうですね。はいはいはい。それがいまだに慣れず、Mac のかゆいところに手が届く感があるので、常にその2台
Windows と Mac を切り替えながら仕事をしてるって感じですね。で、まあ、じゃあどうしよう、実際どういうシステムになってるかというと、まあ、置いてある場所でいうと、ここに今これ見えますかね Mac が1台仕込んであって、その MacBook はちなみに仕様と どういう仕様ですか。これは2×3GHz クワッドコア、デュアル CPU クワッドコアっていうのがよくわかんないですけど、まあまあそれなりに速いはずの Mac です。でメモリはこれ 12GB ですね、 Mac の方は。で、今この Mac なんですけど、これをこの CPU 切り替え機と、あとこの同時にこのタブレットの切り替えをして、まあ、モニターをこう切り替えると Windows になるわけですが、その Windows の本体自体はこちらの裏側に挟んでるんですよね。ごめんなさい。ここです、ここです、ここです。このロゴが最近変わりましてかなり良くなったのではないかと思います。また戻りつつあるんですけど、ね、あ、そうなんですか。栗山さんが前回のジュンズのロゴがちょっと大きくて嫌だっていうことだったので、栗山さん仕様です。あれ僕だけなんですか、あのシール。いや、だけではないんですけど、うん、あんまり結構それを言われたのが、うん、栗山さんが初めて。あ、そうですか。いや、圧倒的にあのシールの方がいいと思います。いや、でも本当はケースを作りたいんですよ。うん、あ、まあまあそれはそれが一番いいですけどね。はい、そしたらもうロゴとかも最初から入れられたり、プレートにしたりとか考えてるんですけ ど、まあでも前のカッティングプロッターで切ったようなのよりは今の方が僕はいいと思います。はい、作ったら取り替えに来ますので、ね、お願いします。で、なんだっけ。で、まあさ、常にこう切り替えながら使ってはいます。じゃあ実際にあれですね、どういう差があるかをやってみますか。はい、じゃあまず Mac からいきますね。その切り替えのタイミングとかっていうのは、Mac で重たくなってくるといいと思いますか。基本的にフォトショップのみを Windows で使って、はい、その他を Mac で使うっていう。じゃあもう Mac でフォトショップをやることはほとんどない。そうですね、ほとんどない。じゃあ事務的なそういうスケジューリングとか、うん、メールとかっていうのを、うん、そうです。あとは、まあ、あれですね、他のアプリケーション、例えばイラストレーターとか。うん、そう、まあ、ブリッジはフォトショップとほとんど連動しちゃってるからあれですけど、あと何だろう、まあ、写真の管理とか iTunes とかそういうのは、まあ、Mac ですね。とそしたら、じゃあ、まあ、まず Mac で Photoshop 立ち上げますね。そして、今開こうとしているデータは保存した状態で PSD フォーマットで 1.2GB ぐらいのファイルですね。開くと多分 3GB とかぐらいのファイルだと思います。まあまあ重たい方ですね。で、うちの場合、その、なんだろう、ファイルをローカルのハードディスクに入れずに、はい、別の部屋のサーバー、ファイルサーバーに直接
保存して、まあ、直接か読み込んでってやってるので、重いデータは結構、まあ、時間がかかっちゃいます。そうですね、それはまあ Windows でも同じようにかかっちゃいます。一応 Adobe とかはこういうやり方はおすすめしてないです。壊れても責任持てませんということになってるらしいです。そのやっぱりサーバーで、うん、サーバーにデータを送ってるのは、うんうん、あのクリーチャーさんも結構他のレパーチャーさんもいるじゃないですか。そうですね、そういう人たちとデータ共有したりっていうところが一番ですか、うん、はいはい、まずはそのデータ共有、まあ、うちの場合は他のレタッチ会社さんって、はい、個人個人が一個の仕事を最初から最後までやるってケースが意外に多くて、まあ、個人あのフリーの集団みたいなパターンが多いんですけど、うちの場合はそうじゃなくて、まあ受けた仕事を、まあ、チームに分かれてますけど何人かで手分けして準備して管理して、まあ、最終的に僕がやるか、まあ、僕じゃない人もやるんですけど、一連の流れとして1個のものをたくさんのみんなでやるっていう流れになっているんで、まあ、クオリティが常に平均できるとか、全て高いですよね。いいそれはちょっとどうかわかんないですけど、絶対誰もが一度は見たことがあるのたくさんやってらっしゃいます。そうですね、まあおかげさまでというかやらせてもらってますけど、まあ、まあそういうのもあって、常にデータがどこにあるかがみんなで共有できて分かりやすくするのと、あとは不要なトラブルを避けるっていうのですね。どこに保存したか分かんなくなっちゃうとか、あとは端末が壊れる確率が、まあ端末が増えれば増えるほど壊れる確率上がるので、それを1個に集約して、まあ、レイドに入れといて、そのレイドに入っているファイルはもう自動的にそのテープでレトロスペクトとかで自動で夜バックアップ取っていくと、そうやっていけばほとんど、まあ、その日のうちにのものは最悪なくなることはあるけど、そうじゃない限りは大丈夫。データが飛んで顔が真っ白になったこととかありませんか？昔はしょっちゅうありましたね昔はなんとかデータが飛ぶっていうよりも保存し忘れてフリーズっていうケースがすごい多くて、そのずっとこう1時間かけてグーってやったのが泣きますよ、ね、そうそうそうあれなんかこの虹止まんないんだけどみたいな感じでなんか没頭すると保存忘れますよ、ね、そう忘れるんですよね。まずそこですよね。もうそのキーボードを投げたくなったりしますよね、これ、はい、で、これが今開いてどのぐらいだ、あでも開いて 1.8GB ですね。でこれ今 Macintosh で Mac のPhotoshop でやった状態なんですけど、一回こう例えば拡大とか、今クリックしますね。今クリックして、まあ、1秒分かんなかったら 0.5 秒とか、まあ、追随するときも結構あるんですけど、今これ拡大して今反応したじゃないですか。これ拡大拡大、あこれはいいですね。あとスクロール、これも問題ない、これ前、 あとはレイヤーをこう、今1個レイヤー外したんですけど、それをもう一回今入れました。で、表示されるまでに1秒ぐらいかかって、まあ、そういうのが結構積み重なるとこう、なんていうか、ちょっとこれ右の画面も映ってるんですか、これ一緒に、こうレイヤーがすごいんですよね。そうですね、まあ、数 が多いからかどうか分かんないですけど、その例えば目をこの可視状態にすると不可視にするの切り替えが、この今このトーンカーブの切り替えがこれ今押してこれでついて、今オフにこれして今切り替わってって、まあ1秒以上かかるって、まあ常に同じように1秒かかればいいんだけど、そうじゃない時も結構多くて、要は結構これビフォーアフターって、この隣にお客さんがいて一緒にやることが多いんですけど、
前どうだったっけ、はい前ですって言っても、はい前ですからこう前に実際になるのに結構時間がかかったりとかして、まあ これ単純なケースだからいいですけど、もっと複雑になればなるほどどん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 時間がかかっていって、で そうしてるところのスクロールも今度引っかかってたりとかして、実際そのお客さんを横に置いて、うん、まあ、説明をしていくっていうのは結構お仕事が多いんですか、そういう。そうですね、僕がまあまあ20年ぐらい前にこの仕事を始めたんですけど、まあその時からというか、その仕事の仕事自体、その存在してない仕事を始めた時に、僕なりにその何だろう、分かんないこととかを電話で聞いたりとか、そのプリントで送ったりとか面倒くさいんで、ここに来てもらってっていうのがあまり深く考えずにこう始めてって、でそれが僕の仕事の流れとしてできちゃったんですけど、いざ何だろう、レタッチャーみたいな人が増えてきて周りを見ると、意外にそう一緒にやる人が少ないんだなって、逆に僕がびっくりしたくらい。でもお客さんを横にしてやってる時に待ち時間が長いと、こう2人でずっと待ってるみたいな感じになりますもんね。それはまあなりますねなりますね。まあ、あとはそうですね、まあ、その機械の待ち時間でいうと、特にその隣で一緒にお客さんとやってた時に、そのリズムがあるんですよ、はい、でそのリズムもこうなんかフィルターやってこうバー待ってとかってやってると、あれ 何しようとしてるんだっけみたいなとか、はい、あのテンポよくそう、はい、あこれダメ、あこれダメってどん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 その次から次から提示しながらやるんですけど、そこの流れが途切れちゃうと、その結局妥協することになっちゃうんですよ、はい、まあ一回これでみたいなことになるんで、それがその瞬間瞬間でその考えてなんか指示したのがそのまま現れてくれば、できるだけその時間短縮にもなるし、あのテンポよくできるんでいいものも、その目標がこう見えたままずっと突き進めるというか、そういうことができます、ね、でじゃあ、今あと、まあ、そうです、これでじゃあ Windows に切り替えて今と同じことやってますね。本当はこれ一発で切り替わればいいんですけど、タブレットだけは CPU 切り替え機でどうにも反応しないんで、はい、USB の強引に切り替え、アナログ的に切り替えてます。あ、そうだ。あと僕はまあその元々はそのなんだっけ、グラフィックペイントボックスって言ってパソコンじゃなくて画像処理専用機みたいなやつで、はい、まあ、僕はタブレット使ってたんですけど、まあ、Mac でも Windows でもないもので、で独立した時にはもうその Photoshop 動くのは Mac しかなかったんで、はい、Mac でその作業するようになったっていうのもあって、キーボードが僕 Mac しか使えない、ね、Windows の、ま、あのキーボードがなんかよくわからんっていう、並びもそうだけど、コマンドどこにあるのとかないじゃないですか、コマンドとかで。Windows、 ジュンさんの Windows 買った時に、はい、Windows キーボードで慣れようかなとも思ったこともあったんですけど、はい、あのなんだろう、そうなってくると今度また Mac にで同じことしようとするときにどうにも混乱しそうだなと思って、あのネットで探したら何でしたっけ、 Apple K、 ちょっと待ってください、これ、あ、 Apple K Pro とかっていうのがあって、これがその Windowsの中で Mac のキーボードをシミュレーションしてなんですか、キーを割り当ててくれるようなのがあって、まあ、これを入れるとあのマッキントッシュライクなキーボードのタッチで操作ができるようになる、100% じゃないですが、まあ、9割ぐらいは使えますね。ただ慣れるのにやっぱりそれでも1週間ぐらいはかかったかな。例えばその拡大するときに
コマンドとスペースを押すと拡大なんですけど、これの順番がスペースからコマンドをしたらこっちだと効かないとか、その微妙なその違いが結構いっぱいあって、あとはそのそうですね、その金の切り替えの感じがどうしても Mac と違うので、あのよく X で白と黒を切り替えるんですけど、それが日本語になっててなんか XXX とかあの全角で出てきちゃったりとかして、そういうのはまあ相変わらずありますけど、そこそういうとこ気をつければほぼほぼ Mac のようには使えますね。で、今のカブトムシのデータを開きますね。ただこういうふうにあのフォトショップのプレビューが Windows で出ないっていうのが Windows で僕はかなりネックなところではあるんですね。フォトショップのプレビューがこう今これはちょっとなんとかしてほしい感じですよね。そういうちょっと細かい Windows での部分が、うん、そうですね、 Windows 最初からやってる人は細かいこと何言ってんのって言ってんのかもしれないけど、これ Mac 派から見ると大問題なんですね。私逆に Mac ほとんど使ったことがないんで、うん、一応写真あの日芸に行っていまして、うんうんうん、学校は Mac だったんですけど、はいはい、ほとんどデジタルの授業を取っていなかったの で、うん、でもう自分は Windows をずっと使っていたので、あまりこう使い比べたこととかもなくて、実際その細かい部分っていうのはあんまりよく分かってないんですよね、違いが。なるほど。まあでも何しろこの名前とサイズとかでしか判断できないっていうのはすごい大問題で、それをまあ前に淳二さんに相談したら、あのまあブリッジを使えばいいですっていうことになってて、はい、ただブリッジ、あこれはやばい、ブリッジもその、うん、こうブリッジでこういうふうに出てくるは来るんですけど、これが例えば PSB とかでかいあのビッグフォーマットになってくると出てこなかったりとか、またプレビュー化してくれるのにすごい時間がかかったりとかで、かなりあのフォトショップで保存するときにプレビューも一緒に保存してるはずなのに、どうしてそれがファインダーで出てこないのかが不思議なんですよ。どうしてるなんですかね。以前の Windows で使うとおかしくなるとか、そうですかね。いやそこをね、なんか本当純さんソフト作ってくれれば、単純に Photoshop のプレビューが見れれば、はい、それだけでいい。うちプログラマーが入ったので、あ本当ですか。作れるようにかなります。そうですね。そこは今かなり。その栗山さんが必要だと思うと。他の方も Mac から今度に変えてくるときに、うん、そうですね、写真っていうかこういう絵柄で判断するような仕事をしてる人は全員そうは思うと思います。あとついでに言っちゃうと、そのバックアップするときも伝票とか何でもそうなんですけど、はい、そのプレビューはパッと取れるのが大事なので、あのそのプレビューをまあ、納品書とか請求書にくっつけたりとか、データベース管理するときにあの時のあの写真どれだっけって写真で検索とかも結構やるんで、その時にそのプレビューデータがパーッと出るソフトがあって、それがファイルとリンクしてるといいですよね。まあまあ、じゃあさっきと同じことをやるとすると、まずじゃあ拡大をしますね。今押しました、今押しました。今押しました。まあほぼほぼこの音も聞こえるのかな？クリックの音って。これは無理か。どうですか？クリックの音はどうですか？でもさっきと比べるとそうですね。ほぼ多分秒は切ってますよね。まあまあまあ、1秒は。そうですね。まあ 0.1 秒とかそういう感じだと思います。あとこれズームに、ズームがアニメーション化してるのとか設定の問題で変わってるだけだと思うんですけど、で例えばスクロールも、まあ、こういう感じで
まあ、リアルタイム。あとはさっき言ったレイヤーの切り替えですよね。1枚、今押しました。あ、これちょっと時間かかりましたね。で、今押しました。今押しました。アフター、ビフォーアフターを、まあ、ほぼリアルタイムで、トーンカーブもこれビフォーこうか、今押しました。今押しました。今押しました。まあ、これはそうですね、 0.5 秒とか 0.3 秒4秒、まあ、ほぼ、まあ、実質リアルタイムと言っても、そうですね、体感的にはこうちょっと打ってなるのまでではないですよね、うん、そうですね、あのこれが肌色とかほんのちょっとだけか足したりマイナスとかでこうビフォーアフターやるんですけど、ビフォーとしてもなかなかビフォーに変わってなくて、変わったのか変わってないのか分かんないのもどかしさも結構あったりとかします。まあ、そう単純に言うとそういう差が一番、その頭で考えてポッてやろうとしたことが反応するっていうテンポの良さがまず1個あって、あとはフィルターであるとかその CPU を使うことが、まあ何だろうな、まあ、他のことを対外においてそういう感じですね。例えばあとよく感じるのはブラシのスピードですよね。今のフォトショップは2500ピクセルの範囲まで、2500ピクセル、半径か直径か2500ピクセルまでそのエアブラシが描けるんですけど、これが、今これ Windows ですね。こういう感じ、スピード的に大変なことですね。大変なことです。しょっちゅうあります。しょっちゅうあるんですか。はいはい。本当はもっとあった方がいいんですよ。例えばこれで言うと、今こういうグラデーションを、はい、あのまあこれが元なんですけど、周りをちょっと周辺落ちさせたい。こういうふうに周辺落ちさせたいと思うじゃないですか。そうするとまずトーンカーブを1枚作って、そこで全体に、まあ、マックスを落とすぐらいのトーンカーブ1個作って、そのトーンカーブマスクを反転して、で必要な部分だけをその、トーンカーブのマスクに白を塗っていくと、もうこういくわけです。これが例えば300ピクセルとかでグラデーション作ろうと思っても、そうそうスムースなグラデーションで作れないので、まあ、できるだけ大きい半径のブラシでこう、あれ、こう書いてて、まあ、これタブレットがあることが大前提ではありますけど、こう大きいブラシで筆圧に応じてかけるので、まあ、正円だとまあ左右が切れ込みすぎちゃうとかって、その調整をブラシでできるのがあって、まあ、こういう大きいグラデーションをエアブラシで持ってかけると。これはそのこの2500ピクセルの幅がないとできないことです。昔はもう別にファイルを作ってその時の最大のピクセル範囲のブラシで拭いたのファイルを画像解像度でグッと拡大して当てはめてとかって、まあ擬似的にエアブラシの大きく見せるようなことやったんですけど、まあその最近そこまでしなくても結構十分機能をかけるのが良くなった。でそう、これを Mac でやろうとするとですね、でもまあこれごめんなさい、 Mac といっても何年か前の Mac なので、今はもしかしたら良くなってるかもしれないです。はい。なのでちょっとそれはあのそこまではっきりと検証はしてないですけど、その数年前に順次さん数年前の最新同士で比べる限りではかなり差がありました。
じゃあ一緒なのか。ただうちの 2.8 ギガなので、千葉さんは多分その時に一番だったら3ギガって。そうですね、3ギガね。最高は多分200万ぐらい。アップルってメモリ高いですよね。そうですね。NVRAM だったんで、一本多分。メモリね、その基本はすごく安いんですけど、うん、そこからメモリー増設しようとすると恐ろしい値段になりますもん ね、 んね。しかも前の Mac は Mac 用でないと使わなかった。リンクシンクの形が違って。そうなんですよ。すよいい商売してる。カスタマイズがね、ちょっと難しいですね。そうですね。で、これ今 Mac の画面です。で、これで同じことをしようとすると、まあ、これと分かりにくいかな。それ今塗り替えました。もう全然ついてないですね。2500ピクセルらしい。そうなんですね。ここが結構大きい問題だったですね。まあ、この CS4 とか5になって良くなったんですけど、前のバージョンのフォトショップだとその時間が待てばいいじゃなくて、その細いブラシを少し素早く描いた時に、まあ、これはまあ十分ついてきますけど、ついてこなかった時があって、ついてこないだけならいいんですけど、あの描き上がった絵がこうカクカクカクっとこう実際スムースにこう回してるのになぜか直線でつながるブラシみたいになっちゃったことがあって、途中でそうあのはしょるというかね、座標、そういうことがありましたね。まあ今はでもどっちも大丈夫ではありますけど、スピードはやっぱりちょっと遅いですね。はい、え、2500ピクセル。あ、そう、2500ピクセル全然違う。あれ切り替わってない。CPU 切り替え機もモニターダブルモニターに対応してるのがなくって、まあ、こっちだけ対応させてしょうがないから、こっちは手動で後ろの接続で変えてやってるんで、切り替えるだけで3箇所押さなきゃいけないです。これで今 Windows になりました。で2500、ピクセルのブラシのサイズで、加工を打つとこういう感じです、ね。急いで加工を打つとこう。まあ、このぐらい、まあ、十分使える、十分使える。2500ピクセルという大きさを考えると、それもどうなんですかね。それがスムーズに今のがもうリアルタイムについてできますかね。なんか僕にえだってでも最近ね、カメラの解像度とか使われるできます。リアルで、あの4ギガのやつだとかなり速くて、でも本当にすごい、そのカブトムシのちょっと後で最初の状態からどんどん見せていってほしいんですけど、そうですね、栗山さん、あの前回もお伺いしたときにすごくこう絵を描くみたいに作っていくところがあるのを、私すごく感じたんですね。はい、なんかレタッチャーっていうと、すごいなんて言うんでしょう、こうプログラマーみたいな、それこそ 3D とか、まあ、昔のオペレーターみたいな感じで呼ばれてました。画像処理オペレーターの栗山さんとか。そうなんです。さっきもあのこれ今ユーストリームで生で中継していて、ツイッターと連動しているので、うん、あのツイッターからこうなんかコメントとか入ってきたりするんですけど、ちょっと前にレタッチスタジオってどんなお仕事なのかなと思ってましたみたいなコメントをいただいていて、そうか、何をやるかすら分からない、分からない人たちも多いと思うんですよ。で栗山さんのクリーチャーでこう作られている写真って、すごく街を歩いてればいろんな広告とか
雑誌とかにすごくたくさんいろんなところで目にしているけど、それをこう何も考えずにこうパラパラ見たり、街でいろんな広告を見ていて、そこにレタッチャーっていう職業の人が関わっているって分かっている人ってほとんど多分いないって思うんですよ、ね、そうですね、まあ、最近でこそ、まあ、ちょっとずつ分かるようにはなってきてますけど、やっぱりもともと考えちゃうと、僕らの存在はいかに上手に消せるかが僕ら の, その才能だったりもするので、なかなかかなり縁の下の力持ち的なことではあるんですけど、ただもう実際問題として広告とかを作るにあたり、撮影の条件が結構悪かったりとか、まあ良くても もっとこうしたいとかっていうのがあったのが、今まではまあ、しょうができないからしょうがないねって言ってたのができるようになったっていうこともあり、その予算もぐっと下げ低い撮影のところで下げて、僕らがまあ手を加えてあげることによってすごい良いものができたりとかするようになったので、仕事としてできてきてはいるんですけど、僕もレタッチの人をデボさんとかの拝見して、まさかよく見るポスターとかがあんなにバラバラに撮られてるのが驚きました。なんか本当にものすごい、それは知らないんじゃないですかね。そうですね、今ちょっとなんかあれウェブで出しているのを、思わないぐらいすごいことをされてますよね。そうですね、まあそうですね、そうびっくりするような合成も結構多いんですけど、はい、まあ1個のフォトグラファーが撮った写真を、まあ、写真ってその、撮影したままのものが撮れてくるんですけど、それはまあネガであったりデジタルであったり撮れる、はい、その露光するものによって色の出方が違うし、その人間の目とはやっぱりちょっと違ったりするんですよ。でそれはそのカメラマンの撮った時の情緒であったりとか、その頭で考えてこういう写真を撮りたいって撮ったものが必ずしもそうアウトプットされるわけではないので、それはその僕たちがこう情緒を出すようにお手伝いすることによって、よりその何だろう、自分フォトグラファーが考えているところの本物のその時の情緒が出せるみたいなことの仕事も結構あったりするので、そういう時は結構なんだろう、びっくりするようなことはないんだけど、最終的にそのなんだろう、デジタルを使ってはいるんだけど、いかにそのアナログにするかをデジタルで持って作ったりとかっていうことも結構やるんですよ。なんか本当のことっていうのがただ写真でカメラでシャッター切ればそのまま映るからそれが本当のことっていう考え方はもちろんあると思うんですけど、でも目の前にあること、それをシャッターを切って写真に映ることだけが本当のことじゃなくて、必ずしもその例えばまあいろんな人が関わってアートディレクターなりカメラマンなりレタッチャーなりっていう人たちがたくさんいて、最終的に何を作りたいっていうことが本当だった場合、それに近づけていくっていうところではやっぱりその写真に、まあ、加工していくとか、そうですね、はいはい、別に嘘ではないですよね。うん、嘘では、はい、嘘ではない、そういう意味でより本物に近づく、より本物に近づけるようなことを、まあ、そういうものはどういったものなのかっていうのを突き詰めながらみんなで考えていくことも結構多いです。もうデジタルでそのフォトショップを使って仕事をしているっていうだけで、その写真でどうしたいっていういろんな方向性があるんですけど、その全部をやらなければいけなかったりするので、その例えばその電線消してみたりとか、
あのゴミ消したりとか横広げたりとかっていうのももちろん重要なデザイナーの仕事でもあるし、その色をどう合わせるかとか印刷にして破綻しないようにきれいに見せるためのそのトーンカーブのやり方であったりとか、もちろんあと合成かっこよく見せるようなエフェクトだとかテクニックだとか、そういう意味で何だろう、一言レタッチャーとは言うけど、そのコンピューターをツールとして何でもできなきゃいけないみたいので、結構そういう意味では結構まあ大変かもしれない。でも多分もう栗山さんは本当にそのレタッチレタッチレタッチャーという言葉がまだ世の中に出てない時からこういうお仕事を始めて、もう20年ぐらいですね。でその始めた当初と今で求められることとか、自分のこうなんて言うんでしょう、レタッチに対する思いみたいな、変わってきたこと、変わ逆に変わらないことみたいなって、うん、そうですね。まあ昔はその求められることが、何ができるかが、まあ、みんなもよくわからない中で、その、言われることをやってきたっていうのが、まあ、最初5年とかぐらいやってたんですけど、やっぱり絵とそういうのが浸透してくると、みんなその欲が出てると、もっとそのやらなければいけないことじゃなくて、この先に何がもっと可能性があるだろうということで、その色をどうやったらよく見えるかっていうのを追求したりとかっていう、そのよりクリエイティブな方にどんどん今いけてるんじゃないかなとは思います。ただ今もそれももう当たり前のことにはなっちゃってるんで、次どうなるんだろうっていうのはちょっと僕もよくわからないことにはなってます。ただそうですね、この職業自体がその今でこそ定着しては来たんですけど、その独立した頃とかもうそのこれからパソコンで誰でもできるようになるから、君の仕事はもうそろそろもう 2,3 年で終わりだねみたいな感じで言われてきたんですけど、その年を追うごとにどんどん逆に重要性が増していってる感じは結構あります。まあでもツールとしてはね、安くもなってるし、一頃それこそ僕300万400万して買ったのが今ね30万ぐらい40万、メモリさえねあんまりやらなければ、でかなり早いですからね。メモリ実際今なんか何て言うか20ギガぐらい24ギガでしたっけ、積んでもらってるけど、まあそんななくてもねぶっちゃけ結構早かったりもしますもんね。多分前回1年前ぐらいにお邪魔させていただいた時に、最近ちょっと 3D とかを始めてるんですっておっしゃってましたけど、そうですね、増えてますか、その作品の中に 3D。 そうはい、そうですね、まあ、今見てるこういうのも 3D で作ったりとかしてますし、僕自身そういう 3D ソフトやりたいなとずっと思っていたんですけど、やっぱり難しいじゃないですか、とっつきにくいというか 3D ソフトって。で頑張ってやればできるんですけど、そのすごい、まあ、写真撮影したものと変わらないようなぐらいのものを作ろうとした時にのその到達するまでの大変さっていうのがものすごい大変だったんですよ前は。もう1週間ぐらいかけて1枚の絵作らぐらいのことしないとリアルにできなかったのが、今はまあもちろんハードもすごい速くなったってもあるけど、ソフトウェアも結構より洗練されてきて、まあ余計な設定しなくてもまあリアルな空気感とか作れるようになってきてるんで、意外にその撮影する手間と天秤にかけられるぐらいまで来たんですね。でそこで僕もともと 3D やりたいと思ってたん で今まさにどんどんやっている最中っていう感じですね。でそれにあ
やるにあたり、まあ、Windows がいいのか Mac がいいのかって今試行錯誤はしてはいますけど、ただパワー CPU パワーだけで言っちゃうと対値段と比べてしまうと、まあ、Windows の方が高いので Windows で今はやってますね。3D はスタジオマックスと、あと今一番使ってるのはモドっていうソフトですね、ルックスロジーっていう会社の。あとは今 Z ブラシですか、それ勉強中ですけど、例えば何だろう、モドをちょっとやってみますか。ちょっとそのモードを紹介してみると、まあ、こういうソフトなんですけど、あの 3D 空間上に、スタジオのセットを組んでしまって、そこで、まあ、モデリングさえ作ればその中で結構リアルなものが作れたりするんです。でモドって Mac でもあって、最初はやっぱり Mac で始めたんで、キーボードはやっぱり Windows でもこの Mac のキーボードでうまいこといけると。例えばこんなとか、これ今プレビューの状態なんですよ。これをそのスタジオの今出てたライティングとかを移動したりすると光の当たり方が変わってきたり、もちろんもちろん、うんうん、すごいよくできてます、ね、意外にこれすごいんですよね。で今左の画面で本レンダリングしてるんですけど、まあ、本レンダリングの画質が500ピクセルだからちっちゃいはちっちゃいですけど、それでももうなんか写真でしょっていうような勢いのものが意外にパッとできたりとかするんです。もちろんこれもこうあれ、ずらせない。例えば、ライティングをこう後ろから置いてみるとか、この上のレフをこうぐーっと近づけると、まあ、それに合った効果ができてきたりとか。これは結構そういう写真に写真とかスタジオセットが、まあ、仕込んであるみたいな。スタジオを使い慣れた人だったら特に 3D のことを覚えるそうスタジオのまんまの理屈で、うん、なんかプログラム的な余計なことを最近覚えなく済んできた。
これはスリックが、スリックってあのキャこう三脚のメーカーあるじゃないですか、あれが出してるプラグインを入れてるから、まあこうモードでもこういうのができるんですけど、だからまあこれでライティングが決まれば、そのライティング情報をもとに、なんだろう、 HDR の、360度のレンダリングを仕込んじゃって、それをなんだろう、エンバイロメントで、環境情報 HDRI でしたっけ、環境情報として読み込んであげると、すごい速いレンダリングスピードでこのライティングが再現できたりする。プラグインとソフトでいくらずつぐらいなんですか。これもモドのいいところが安いってところで、まあ、モド自体はいくらでしたっけ、10万ぐらいのソフトで 3DMAX とかと比べると全然安い。そうですね、そうですね。プラグインが、プラグインが、僕ちょっとごめんなさい、海外から直接買ったので日本は分かんないですけど、多分100ドルとか200ドルとかそんなもんですね。欲しい使うんじゃないですか。最近これ使ってやった仕事を一個出していますね。前回より栗山さんが 3D は全然変わりました。前はだって難しかったからね、今はもうだいぶ、これ今年の夏ぐらい、夏秋前ぐらいに出た、流行通信を復活させようというプログラム、企画があって、 WWD という雑誌の中にの一個として作ったんですけど、これがその、まあ、実際こうちょっと分かりにくい、こういう、まあ、スタジオを作っ空間 3D の中で作って、文字を東京って文字をこうポリゴンで作って、で写真自体はそのレスリー・キーが撮影、スタジオで白彫りで一人ずつ撮影したものをもらって、それをまあフォトショップで切り抜いて、その切り抜きマスクと写真データをこのモードの中に入れ込んで、縦看板的に 3D 空間の中に置いたわけですよ。そうするとその影とかも、縦看板状態ではまあよく見ればあるんですけど、意外にその世界観の中でリアルにできたりするんですよ。でこれをレンダリングしようとするとこんな感じ。印刷品質のレンダリングですか。はい、今はね画質を落としてます。本当は3、まあ、A3 で 350dpi ぐらいで、 A3 で 350dpi、 うん、だからピクセルでいうと多分6000、7000ピクセルぐらい横幅がなんですけど、それを今 70dpi まで落としてやってます。オーブ見開き OK。 そうそうそう、実際のできたものが、よいしょ、ごめんなさい、まあ、このページですね。ここがあの WWD の流行通信、まあ、このページに実際に掲載されたやつです。意外にあの 3D って言うとみんな驚いてくれるんですね。見えます。まあ、今のレンダリングしたののベースに影とかはあのちょっと書き直したりとかしてます。やっぱりまあ縦看板的にやっちゃってるんで、普通辻褄が合わないところがいろいろあるので、
それはちょこちょこ直したりはします。全体でどれくらい時間かかってますか？レンダリングの時間、最初から上がるまで。そうですね、あのまず写真をもらってどう配置しよう、東京っていう言葉とこの 10人12人をどうやろうかみたいなのを考えながらその組んでいくのがいっぱい時間が一番かかりますね。SBK さんも交えてやったんですか？そうですね、うん、なんかこう上にこの人こう立たせるけどを寝かせればちゃんと立つように置けるかなみたいなのを考えてたりとかするのが結構大変ですよ。重く上がっちゃったんですね。あ、そうですね、うん、このサイズだと、まあ、1分25秒昔だと考えられないですね。考えられないですね。一晩です。一晩ですね。そこもさっきの店舗で、あの一晩かかってたらまあいいやってもう一回やる気がなくなっちゃうんで、それが1分でできればパッパッパッともうちょっとこう直そう直そうみたいなことができるじゃないですか。あとこれもプレビューもこう そこそこ早いので、まあこんなになったりとかできるので、いろいろそのアングルハントとかも楽にできますね。まあ 3D はそんな感じですかね。何でしたっけ？もう一回名前教えてもらっていいですか？え、何の？この 3D のセットの。ね、モド。MODO。モードの回し物みたいになっちゃった。でもあのライトセットがスタジオのまんまってすごい、うん、そうです、ね、そうそう、あれがかなり良いです、ね、こうなるとじゃあもう本当にレスリーさんとかと共同作業ですね。完全な、そう、まあ、そうですね、完全共同作業。僕もスタジオライティングのことあんまり知らないから、ここからじゃあちょっとアップ入れてレフを起こしてとか右からとか左から一緒にやってます。これはでももう Mac でも Windows でも両方あるソフトなんで、どっちでも大丈夫です。Mac でも試されましたスピードとか。あ、今じゃあ Mac でレンダリングしますか、はい、今のサイズが。僕は検証してないからわかんないですけど。同じデータでできるんですか？もちろん、うん、質問が来てあったんですが、日立ソフトのバージョン管理が大変ですが、新しく出たらその使用感になれるのが大変とかありますか？そうですね、大変なこと、バージョンによって大変なことも結構ありますが、まあ、どっちかというと僕はその大変なことよりもどんな新しいことがあるんだろうっていうのを探すのが楽しいので、どっちかというと能動的に使いますね。で、まあ、特にイラストレーターとかと違ってフォトショップってピクセル管理、最終的にまあ統合したピクセルはもう変わらないものなので、どのバージョン使っても後の互換性の問題は起きにくいんで、意外にそういう意味ではバージョン管理は楽ですね。ただうちのスタッフの中でも、まあ、CS2 がいいって言ってまだ2使ってるものもいますし、まあ、それぞれですね、まあ、あの要はもう鉛筆なので自分が使いやすいものであればいいものができれば何を使うか関係構わないですね。レンダリング
うん、あ、さっきの、あれ、あ、閉じちゃった。うん、1分25秒とかだったような。そっか、でも8コア、コアが多い方が本当はレンダリング早いんでしたっけ。本当は早いです。もしかしたら早いかもしれないですね。言わなければよかったみたいな。はい、始めます。調子いい感じがします。値段はね、終わる前に言っとかないと。あ、まあでもやっぱりちょっとかかってるかもしれないですね。やっぱりうちの方が早いかな。あ、でもシングルコアですよね、じゃないんですか、この前買ったのって。シングル、あのシングル CPU で、うん、で、その中に入ってるコア数が、この前クリチュアさんに収めさせていただいたのは、6コアのが1個で、で、Mac のは4コアが2つ入ってるんですけど、シンズに6コアが2個っていうのがあ、もっとすごいのがある。栗山さんのところに入れさせていただいたのが、あの1台のパソコンに2台入ってるのがありますので。はあ、はあ。そういうのが確実に食べるはずなんですけど、1個のやつでさあどうかっていうことで、今何分ぐらいですか。あ、すでに1分43秒ですね。あとこのソフトが、やっぱり、いや、やっぱりパソコン間違いない。もしかして64ビットに Mac のは対応してないとか、なんかやるとかあるかもしれないです。あると思いますし、あとそのソフトが、あの1コアのスピードを見るか。いや、でもそれはうまくも見たぞ、パワーそのコアをこう均一に使ってくれるか。まあ、そうなんだって 6と8とそんな変わんない、そのソフトにとって。あとはやっぱり速くしてるか、1コアのスピードです。なんで身内で食ってるの。喧嘩してないですよ、別に。クロックアップしてるんですよね。はい、最適化してます。最適化、あ、クロックアップで言っちゃいけない。いや、いいと思います。最適化してます。最適化。はい、終わりました。ね、2分48秒ですね。やったー。倍近くね。倍近いですね。最初、栗山さんがどこに出てますか？ここですね。そうね、ストップウォッチ持ってきてくれたら初めてだったね。持ってきましたっけ、そんな覚えてない。ストップウォッチ持って測ってって、いやでもね、正直あの時は相当驚いて、これはいいもの見つけたなっていう感じでしたね。だってあの当時やっぱりレタッチの世界で Windows に切り替えるっていうのは結構な勇気ですよね。そうです、まあ、切り替えるつもりはあんまりなかったんですけど、とりあえず横に置いといて様子見でやってみようかな程度ではあったんですけど、行ってみたらやっぱりもう切り替える価値があるぐらい早かったですね。ただ うん、そこでもうこういうややこしい Mac で使うためのソフト入れたりとか、そういうややこしいことがあるけど、そこを押していくかどうかですよね。今の栗山さんのお仕事見てると、ますます早いのが必要というか、生きてくる感じですね、この世界は。うん、うん、まあもっとね、早い方がいいですよ。これでも
回転できるって言っても回転するときはじゃぎっちゃぎになっちゃうし、ね、これがね普通に写真みたいにできれば本当スタジオで撮ってるのと同じことになりますもんね。キントッシュですよね。もうだって初めて来た時びっくりしてギターまで弾いてもらいました。最近やられてますか、なんかクラシック。やってますよ、やってますよ。やっぱりでもこういう感性とデジタルの最新のものと両方っていうのができないとダメですよね。そうですね、まあ好奇心が強いっていうだけなのかもしれないですけど、アナログのいいものを見てないとデジタルでいうものを作れないですもんね。そう、そうなんですよ、ね、そうなんですよ。アナログでこのいい音で聞かないと、うん、やっぱりレタッチでいい感じの仕上げってやっぱりそうですね。まあ、とはいえこれなんか iTunes の音源を出してるだけなんですけど、いやでもあの昨日この前藤本健さんに来ていただいたら、ええ、iTunes もロスレスでも入れられるんで、そうなるともう別に iTunes の音っていうよりは iTunes、まあまあそうですね、はいはい、単なるデータストレージだと考えられるので、はい、そうですね。まあ、iTunes でいうとあの後ろからその光が出るじゃないですか、あの Mac mini だとしても、でそこでその DA コンバーターをそこそこのつけてあげてやってるんですよ今。え、DA どれですか？DA コンバーター、これ PS オーディオって知ってます？なんかアメリカだと思いますけど。いくらですか、こちら？これでも1000ドルぐらいですね、向こうのオーディオショップから通販で買ったやつです。この、 あの CD プレイヤーはあのいわゆる CD プレイヤーじゃなくて、こうなんて言ったら今 分離してるじゃないですか。あ、 CD プレイヤーこっち？え、そうそうそう。これはラックスマンのアナログアウトが出てる、うん、アルタイプですか？えっとねこれこれありますね。これアルタイプ、はい、ありますけど、まあまあ、あ iTunes 用にその DA コンバーターを入れてるだけです、ね。あ、これ iTunes 用に最適化した DA コンバーターなんですね。最適化、まあまあそうですね、はい。で、そう、ロスレスと普通 の、 あのデフォルトの圧縮あるじゃないですか、はい、あれと同じ風に入れてブラインドテストをしたわけですよどうなんだって。 どうでした？じゃあね、分からないですね正直まあこのシステムだから分かんなくなっちゃったのか分かんないですけど、まあ、こうやって聞く限り分からん、まあ、ということで、うちではもう圧縮しかやらないことにして。まあでも AC で128ですかね、うん、あ、そうですね、128かな。そうですね、うんうん、じゃあ MP3 でいうところの256ですから、まあ、かなり、あ、全然分かんないですけど、高いレートで、うん、まあまあ僕はそういうの素人ですからとにかく自分の耳で、あの変わらなきゃちっちゃい方がいいやっていう取り回しが楽で、まあまあちょっと話がそれましたが、ちょっとあの時間も、あ、そうですね、はい、最後に差し支えなければ勝手楽しみ、奇跡を見せていただければと死んだところが死んだところが、はい、どう生き返らせるか、はい、ご自分で撮られたんですか？そうなんですよ。あ、これバックだった。まあこれアドビさんの企画で、撮影したやつなんですけど、もともと撮影し、あ、でもカブトムシ自体はあのカメラマンさんに撮ってもらって、僕はそこの場にいなかったんでどんなのが来るか分からなかったんですけど、それが来た写真がこれですね。あ、鎖を撮られたんでしたっけ？あ、そうそうそう、鎖撮影したんです。完全に死んでます、ね。ちょっとこれ、まあ多分
さなぎの頃からいじられちゃって背中とかボコボコしちゃった。多分そのそうですね、生きてない感じなしてるのをまあまあなんとかかっこよく見せようということでいろいろやったわけですが、どっから行こうかな。まずはこうパーツでそのいいところを探しながら、そのこう曲がってしまった足とかを、まあ生きてて歩こうとしてるところだったらどこだろうみたいなのを探して、いろんなパーツをこんな感じかなみたいなのを当てはめていって、まずこう作って、でそれ当たりとして作ってから本ちゃんように、切り抜いていって、例えばあの足とかはアザカットから持ってきたんですけど、角がどうしてもなくって、角をまあこう本来 はまらない形のものを、だけど角にピンとかってるものを持ってきて、それを変形をしてこう。こんな変形をこれだったのをこう変形して切り抜いてピントが合ってるように見せたりとか、してますね。あとは、例えばこれ僕がよくやるのはソフトライトとかオーバーレイとかで、ブラシで、塗ってそのムラとかデコボコとかを弱めていく手法なんですけど、多分これ今、レイヤーソフトライトの設定にした空の透明レイヤーを1個作って、それに対して白とか黒とかを塗っていくわけですが、今これ黒塗ってますね。そうですね、今黒塗ってますね。で、X を押すと白に切り替わるので、これも今度白を塗ってます、ね、で濃いところを重点的に塗ってます。でそうすると今やる前はこれだったんですね。でやるとこうなってくる。例えば、あとまあムラ消すのと同時に、例えば立体感出そうと思った時も、ライティングを少し書き加えてあげて、ちょっと大きめのブラシで、でまあ白を拭いてます、ソフトライトの上で。今黒拭いてます。これ白とか黒とかそのムラをなくしながら抑揚がつくように調整している状態です。でこれがビフォーで、これがアフター。そうするとだいぶその背中のボコボコ感も、ね、減ってきたと思うんですけど、まあ、そういうのを積み重ねていくと、まあ、こうなったりするわけです。コントラストを立ててみると分かりやすいですが、こうだったのがこうなっていくわけです、うん、でここはさあの細いペンであのソフトライトで分けて映り込んでるような効果を出したりとかしてますね。このラインも表面にツヤがあったらどうなんだろうみたいな感じでこんな風にツヤ入れたりしてますね。そしてあとは、地面、これだっても空中に浮いちゃっているので影とかも、まあ、想像、これは
想像しながらですけど、多分こう足先が設置してるから、足先はちょっと濃いめにして、ないものは書かなきゃいけないじゃないですか。まあ、あの近くの時は細いペンで、遠くになってくるとだんだん拡散していくんで、大きいペンでだんだんこう書いて、で、まあ、丁寧に書くとこんなになったんですけど、接地面から内側に向かって、これの場合はあんまり硬い影じゃなくて、回った柔らかい影を想定してこういうことにしてますけど、でもちょっと濃度を乗せてあげてこうなったり、ブラシ人としてもレイヤー効果を使いながら、うん、そうですね、そうですね、単純に墨半、影、ライトの影、ライトの色がニュートラルであればニュートラルグレーでいいんですけど、なかなかそういうシチュエーションって実世界ではないので、大概このこう、ちょっとかぶったり、これもこの場合ちょっとアンバーにかぶせてコントラスト上げてますけど、そういう色の自然な色にしようと思った場合、その色を拾って塗ってもなかなかそういうふうにならないんですよ。それはその下でニュートラルの色を塗っといて、でそれに対してその上でトーンカーブをつけていくと、その微妙な色のトーンができるので、あの焼き込んだり追い焼いたりしたような感じで、リアルに影ができたりとかします。実世界でこうシミュレートされるんですか、ね、まあまあまあ大げさに言うとそういうことですけど、まあ、実世界どうなってるかなって見れば分かるじゃないですか。もう手の影、この手と手の間はくすみじゃなくて赤く落ちてるなとかっていうことの積み重ねです。で、まあ、あのそこから定山で床をこう入れたりとかして、より接地感を出してます。でさっき言ってたこの、まあ、お題がカブトムシっていうことだったんで、カブトムシの強さを表すために何かいいモチーフないかなと思って、これが撮影した鎖ですね。で鎖を引きちぎって、飛び出してきたみたいなことにしたかったので、撮影してそれを切り抜いて、切り抜いて、例えばまあ細かいですけど、こういうブチブチって切り抜けちゃったところの蓋をこう作ったりとかして、離れた、切り離された感じ作ったりとか、と色を、あの最初にオンオフしたやつですけど、色をこう渋めの色に変えてみたりとか、より馴染むように、さっきこれ同じですね、ソフトライトの新しいレイヤーつけて、この白、エッジの白の回り込みを作ったりとかして、やっぱりこう浮いちゃってるので影を同じように描いたりとか、まあ、これだったのがこうなるみたいな、設置したりするんですね。そこを丁寧にやると意外に本物っぽく見えたりしますね。で最後に、シャドウハイライトっていうフィルター、んこのこの辺にあるんですけど、それを使って、こうシャープでカリッとしたやつ、カリッとした絵を1個作っといて、それをうっすら入れたりすると、こうなんだろう、ディテールが出てカリッと見えたりする効果が出ますね。まあ、そんなことを積み重ねると、これだったのがこだなったりするわけですよ。もう一回これこれが長い目に、これがこれがビフォーで、これがこの反応が大事なんですよ。この反応の速さが、これがまあもう一個のだと押してから1秒とか2秒とかで切り替わる。Windows だともうこういうふうにパカ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 できる。カブ
トモシも喜んでるじゃん、ね、まあそんな感じですね。ツイートなんか質問が勉強になりますな。これ多分少ない方ですね。そうですね、まあ、仕事じゃなくて一応その教えるためにどんなことがあるかなっていうのをやってみた感じです。あとだいぶレイヤーもすでにこの状態で整理はしてますね。でもさっきの床の、パーツだけでもそのちっちゃいものこのぐらいのタイルを撮影したんですけど、こう深パースつけて撮影するとピントが合うのってこのぐらいしかないんですよ。それをそのピントをずらしながら10枚ぐらい撮って、それをフォトショップの新機能であるじゃないですか、勝手につなげてくれる、ああいうのでつなげて1枚にしたりとか、そういうレイヤーとかも全部もう端折っちゃってはいますね。ですかね。はい、どうしましょうか。まだ時間がある。やっぱり今やっぱり一番こう注目されてるとか頭の中を支配されてるのはそのレタッチと 3D の融合っていうか、そう、まあ、可能性として面白そうだなと思うのはそっちですね。まあ、今レタッチも結構熟成されてきてる感はありますので、ただただまあ一つとして同じ仕事はないので撮影に行ったりとかして一緒にそのみんなで作っていくっていうのはでは全然楽しいですけど、多分また、ね、1年ぐらい後にお邪魔させていただけることがあると驚くようにセッティング以外に大変です。大変でした、すいません。ギターは最近は、最近はちょこちょこ、最近ラジコンが多いです。ああいうのとか。本当ですか。こういうのさっきからすごい気になってたんですけどこれiPhone で飛ぶヘリコプターなんですよ。飛びます。どのくらい飛ぶんですか。15分間ぐらい1個のバッテリーで撮りますね。どこでやってるんですか。部屋の中でもできますよ、これだったら。飛んだりするんですか。危なくないんですか。ぶつかったりとかしないんですか。ぶつかってもいいように、まあ、こういうのがついてたりとかしますね。ただどうするんですか。 B&W にぶつからないようにこう避けながらたまに急にひっくり返ったりしますけど、まあ、これはまあおもちゃですけど、もっと大きい飛行機とかヘリコプターとかはラジコンの飛行場に行って飛ばしたりとか。そういうのってヒットになるんでしょうね、創作の。どうなんですかねそれはよくわかんないですけど、なってるんじゃないですか。僕が閉めた。僕ちょっともっと感動しちゃった。いや、想像より早いね。写真とするっていうのは。今度なんかもっと早い CPU が出るんだか出たんだかするんですよね。いや、出ないです。あ、しばらく出ないですか。インテルのロードマップでは来年いっぱい出ないです。あ、そうです。あ、じゃあ今結構早いのがすでに入ってる。そうです。これが来年いっぱいフラグシップです。お、素晴らしいですね。要するにサーバー用の CPU なんで 980X っていうのが、それより下はたくさん出るんですけど、上のやつはそういうサーバーとかでたくさん使われてるんであんまり変えられないらしくて、来年いっぱいは出ないらしいです。なるほど。いいのか悪いのかわからないんですけど、でもこれを2個載せたやつっていうのは今も
はい、僕にとって何かメリットあるんですか、それ2個つけたの。いや、 3D のレンダリングが多分 1.5 倍から 1.8 倍ぐらいになると思う。ああ、それはいいかもしれないですね。10倍ぐらいになるといいですね。そうですね、10倍になる。多分クーダーが今なんですか、マックスなんかは、うんうん、アイレイとかでちょっと GPU レンダリングが始まってるんで、それ使うといきなり100倍とか。はあ、はあ、それはいいですね。100倍になったら相当いいですね。1分でレンダリングしてるのがそれこそ1秒かかんないってことですね。そうですね、まあ、まあ単純に言えないですけど、コア数だけで言うと400コアとかになるので、はあ、まあまあ分かんないけどでもうちも 3D 勉強しよう。はい、ね、勉強しよう。今日かなり刺激をいただきました。紹介させていただいた上にいつも刺激までいただいて、全体はギターのも聞かせていただいて、もう本当になんかますます、いや、やっぱ栗山さんがこうやって一流で一番って分かるよね。そうなんかありますよ。なかなかいないと思います。わからないですね。トータルでこれだけいろんな、ね、ことを、ね、そうですね。あと、まあ、栗山さんの考え方がすごく私はいつもハッとさせられるとか、うん、そうですか、はい、すごくそこで刺激をまた受ける。褒めすぎじゃないですか、ちょっといや、なんか恐怖恐怖とかって言うじゃないですか。でも結局こうみんな同じことやってるから誰でもできるんだったら、それは行き詰まった当たり前なんで、そこでやっぱり新しい表現とかって生み出していけば、そこはだってなくなるものじゃないですもんね。雑誌にしたって、そうですね、にしたって、そこで新しいものを考えて提供し続けていけば、うん、そうですね。多分まあ、ただ今後はその静止画だけじゃなくて、それがさらに動くとか、そういう方向にはまあだんだん進んでいくんだろうなと思うので、そっちの方も徐々にやらないとなと。面白いです。カブトムシ走らせますか。あのヘリコプターとかそのためのあーかもしれないですね。そう、研究してるんです。そこで観察してるんです。今研究してるのは、これのモーターをすごい強力なのにして、それに 5D を仕込んで、こうハイビジョンで空撮するとかすごいじゃないですか。できたらね。危ない。危険な感じしますけど。まあまあ。はい。ありがとうございました。